ザイログ Z8 プロセッサ z ザイログ Z8 ザイログ Z8 は1979年に導入されたマイクロコントローラーアーキテクチャであり、現在の EG8 アンコール、EG8 アンコール XP、EG8 アンコール MC シリーズも含まれる。Z8 アーキテクチャの特筆すべき点は、アキュムレータ、ポインタレジスタ、通常のラムとして使用できる、 理論上最大4096個の高速オンチップレジスタである。1K から 64K までの OTP ロム、またはフラッシュメモリのための16ビットアドレス空間がコードと定数を格納するために使用される。より大きなアプリケーションが利用するために第2の16ビットアドレス空間も存在する。オンチップの周辺デバイスとして A、D コンバータ、SPI、i c イ l d a でこう エンコーダなどを搭載している。8ピンから最大80ピンまでのバリエーションが存在し、PDIP、MLF、SARP、SOCK、LQFP でパッケージされている。EG8 アンコールシリーズは単一ピンのシリアルインターフェースでプログラムとデバッグが可能である。基礎となるアーキテクチャは修正されたハーバードアーキテクチャであり、名前の似ている Z80 とは、 基本的に異なる石である。しかし、アセンブリ言語の文法は、他のザイログプロセッサと非常に類似しており、ロード、ストアのニモニックは LD であり、DJNZ のような典型的な命令のニモニックも同じである。なおザイログの石に z 8ル1 8 0 z 8ル1 8 2 z 8 s 1 8 0という型番のものがあるが、これらは Z8 ではなく、 Z180 の一派である。主な競合製品は、類似した構造のマイクロチップ、テクノロジー PIC シリーズと、インテル8051の後継製品である。また、ハーバードが立てないワンチップマイコンも競合製品と、みなされている。MC6800、MC6809 ベースのモトローラ68、HC11、日立製作所 H8。 Z80 の派生製品、東芝 TLCS-870 等である。ありがとうございます。